この辺りがいいかなと思って来てみたんだけど、ピクニックにおいて場所探しは責任重大。最高の場所とうまい飯が一つになってピクニックは完成するからな。最高の場所ですか？例えばさ、そこに寝っ転がってみなよ。こうですか？そうそう。そして周りの景色を見渡す。周りの景色、広い草原の植物たちが風によって揺れています。景色は綺麗だし、世界の広がりを感じるだろ。なるほど、綺麗で世界は広いです。よし、じゃあここはピクニック候補その1だ。はい、最高を探し当てましょう。どうしたプレミア？こうしていると楽しいと思いました。みんなでピクニックしたらもっと楽しいぜ。そうですね、期待に胸が膨らみます。その表現、クラインが言っていたんだろう。その通りです。まったく、そんなの信じちゃダメだからな。すると、今私は巨乳ではない。キリト、私もなれるでしょうか？いや前にシリカがリーファの胸について真剣に話していたことがありました。あれはずるい。神様は女の子に平等であるべきだ。なので胸の大きさは大事なことなのではと考えたのですが。大事かもしれないけど、ひとまずその方面の知識はこれ以上得なくてもいいからな。そうなのですか？やれやれ。あ、プレミアにクエストマークが。クエストが進行したっていうのか。でも6つ目の成績は女神が2人揃わないと手に入らないはず。プレミアは俺とずっと一緒にいたのに。どうしましたか？プレミア、ピクニックの場所探しは一旦お預けだ。はい、わかりました。ん？なんだ、この違和感は。人が全然いません。確かに、でもなんで？え？声がしたぞ、向こうだ。力のない者、弱い者は淘汰される。さよなら、モーブ。何か用ですか？なんでこんなことをしたんだ？あなたに答える必要性は感じられませんが、特に禁止されていることではないので答えます。今の人は私たちの求める石を持っていると言いました。しかし、その石を渡そうとはしませんでした。なので、こうして手に入れただけです。必要なものを手に入れるために。よう、ヒーロー、なかなかしつけがなってんだろ。ジェネシス、結構苦労したんだぜ、ここまでにするのは。お前がやらせたのか？面倒なクエストはこうして NPC をぶっ殺すとショートカットになるんだよ。けどよ、
このゲームでは NPC を攻撃すっとブルーカーソルになっちまう。それでその子に NPC を襲わせた。冴えてんだろ。これからはこの攻略法が流行るぜ。こいつ普通の NPC と違って挙動がおかしいくせに学習スピードだけは異様に速くてよ、他のゲームの NPC とは大違いだ。マスター、石を手に入れました。時間がかかりすぎなんだよ、もっと早く済ませろよ。わかったな。なぜそうまでしてクエストを進めようとするんだ。おいおい、記憶力大丈夫か。前にも言っただろ、世界が崩壊するなんて楽しそうだったよ。目の前に楽しそうなクエストがあんのに、それをクリアしない VRMMO プレイヤーなんているか。いないだろ。あ、何が起きた。クエストが進行したんだ。それによってインスタンスマップだった八重地から追い出された。なるほど、確かにクエストログが更新されたみたいだな。二人の女神を祈りの神殿へ導き、祈りを捧げさせる。今度ばかりはこいつらを揃えておかねえとクリアできそうにねえか。つうことで、そのモブをよこせ。断る。しょうがねえな。おい。はい。そこの男をぶっ殺して、お前の双子を奪ってこい。わかりました。さあどうする、モブのヒーロー様。お前がこいつを切ることができるか。ただの NPC だぜ。やっちまえばいいんだよ。さあ始めろ。あなたも私たちを拒絶するというのなら、この攻撃もジェネシスが教えたもので、それをこの子は正しいことだと信じて俺に向けている。いや、このまま裁き続けるのはさすがに無理だぞ。なぜあなたは攻撃してこないのですか。なぜって、君と戦う理由がないからだ。俺はこの世界を、この世界にいる人たちを失いたくない。その中には君だって含まれているんだ。私は失いたくない。君はこのままでいいのか。相手は一人じゃないって忘れてんのか。ああ、何フリーズしてんだよ。さっさととどめを刺せ。私にはなすべきことがある。アスナ、これは二人の約束。キリト君は私が守る。間に合ってよかった。アスナ。おい女、邪魔すんなよ。おとなしく引きなさい。すぐに私たちの仲間も駆けつけるわ。は？脅しのつもりか。お前ら雑魚が何人集まろうが問題じゃねえんだよ。仕方ねえな。戦いの前にメニューを開いて。な、何？入ってきたぜ。最高の感覚がよ。アスナ、気をつけろ。行くぞ俺。早い。よく防いだな。やるやる。そんじゃいつまで耐えられるか。マスター、さっ
るか。もっと寝てりゃいいのに頭悪いな。いいぜ、2対1でも何でも来いよ。攻撃の一つ一つが早すぎて踏み込むタイミングがつかめない。あれ、腰が引けてんじゃねえのか。なんて攻撃だ。こっちの動きが飲まれているのか。見えるんだよ。わかったろ、実力の差が。さっさと諦めて。おい、一旦引くぞ。わかりました。祈りの神殿、続きはそこでだ。どうしたんだろう、急に。わからない。それよりも、来てくれて助かったよ。言ったじゃない。君のことは、私が守るって。ありがとう。アスナ、プレミアちゃんは大丈夫？はい、私は何も問題ありません。よかった、二人とも無事で。町に戻ろう。みんなにも話をしないと。くでもない攻略の仕方をするわね。でもそれができちゃう時点で遊び方の一つってことになっちゃうんだよね。全然納得はできないけど。ああ、ジェネシスの言うがままなのか。彼女に影響を与えてしまったのは俺たちプレイヤーだ。もともとは性格が設定されていないクエスト NPC だったんだもんね。もっとまともなやつに出会ってればな。でもあいつブルーカーソルは避けたくせにオレンジカーソルになることには躊躇ないのね。ブルーカーソルによるペナルティはゲームを続けることが不可能になるレベルのものだ。それを避けたということは逆にプレミアのクエストを終わらせようとする意志の表れかもしれない。この後もあいつはクエストを進めるつもりってことだね。クエストログを見る限り次のイベントは二人の女神が揃わないと進めることはできないはず。またどこかでプレミアちゃんを狙ってくるでしょうね。それにもう一人の女神も放っておけないよね。プレミアちゃんと双子の子だな。だからこの先にジェネシスが待ち構えていようともジェネシスとあの子を止めるために。ああ、これ以上好きにはさせぬ。それにしてもジェネシスの様子が少しおかしかったよね。規制を上げて襲いかかってきたと思ったら急に苦しそうにして。見る分にはトランスプレイヤーに共通することがいくつも見受けられるんだよな。ちょっくら調べたんだけどよ、デジタルドラッグって使用者にかなりの負担があるらしいな。常習性もさることながら過剰に使いすぎるとかなり危険だって話だぜ。じゃあジェネシスが苦しそうにしていたのはデジタルドラッグを使いすぎたから。デジタルドラッグによるノルアドレナリンの過剰分泌は身体に様々な異常を起こす可能性があります。フルダイブ中だとアミスフィアによって嗅覚は機能しませんが心理的な症状は表に出ます。突然苦しみ出すことも不思議ではありません。でもそういったプレイヤーはアミスフィアの安全機能で強制ログアウトさせられるはず。はい、ですがジェネシスはログアウトすることなく立ち去ったんですよね。それならよ、強制ログアウト機能のないナーブギアを使ってる可能性ってのはどうだ。その可能性はかなり低いと思う。 SAO の時から政府による回収は続いてて、
アミュスフィアを改造してステータスを改ざんするっていうのは？アミュスフィアはナーブギアをベースによりプレイヤーへの安全性を考慮したものだ。ナーブギアベースの完成された VR システムの周りは継承されている。カーディナルシステムとともにカヤバが作り出した完璧なシステムの一つだ。だから改造して使用することなんて不可能。どうしたの？いや、ちょっと待てよ。アミスフィアは確かにナーブギアの後継機だけど、むしろカヤバが絶対につけなかったものがついている。パパ、それはまさか。ああ、あれだ。なるほどです。確かにそこなら改造できる余地がありますね。ちょっとちょっと、何二人だけで盛り上がってんのよ。何ですか？さっき話に出てきたアミスフィアの安全機能の部分さ。あれはカヤバが考案したものではなく、 SAO の事件を受けて後付けされたものだ。ジェネシスはアミスフィアのその部分に何かしらの改造を加えているってこと？ああ、それでデジタルドラッグを使用しても安全機能に引っかからないようにした可能性が高い。そうして覚醒した状態を維持し続ければ異常なほど高まった感覚を持ったままゲームをプレイで、まるでバーサーカーのように。そんなことをしてまで強くなりたいなんて。でもそんな力でこのゲームを無茶苦茶にしようとしているならますます許せないよ。このことを運営に知らせればジェネシスを何とかできないかな。今の話はまだ可能性に過ぎないわけでしょ。だったら証拠をつかまなくちゃ。ああ、何としても事実をつかんで、それからプレミアを守ってほしいのはもちろんだけど、ここにいるみんな、プレミアちゃんもこの世界も絶対に守ろうね。もし本当に不正を行っているならジェネシスを絶対に放っておけない。この世界を人の勝手な都合で好きにしていいなんて。